これは紙版画の作品です。紙を貼り合わせて作った形に黒いインクをつけて紙に写しました。同じ版でも置き方を変えると違った作品になります。何枚でも刷ることができます。紙版画の方法を使っていろいろな作品を作ってみましょう。まず机の上の準備をしましょう。ナイロン袋をセロテープで2箇所机に留め、ゴミ袋にします。そして机の上には大きなビニール袋を置きます。では顔を作っていきましょう。2色の色の違う画用紙を使います。顔は八つ切り画用紙大体いっぱいになるぐらいに切りましょう。次に目や鼻や口を作っていきます。色の違う画用紙を使います。糊は貼って剥がせる仮止め用の糊を使います。ほんの少しだけつけて、この辺りかなと思う場所に貼っておきましょう。目玉はまた色を変えます。少し大きいかなと思うぐらいに切ります。大きすぎるなと思う場合は少し小さくするといいですね。瞳も作りましょう。次は眉毛です。